いた話だと、あの4ヶ月の娘さんと奥さんがやっぱ津波で流されちゃって、お父さんがいて、で避難所で暮らしてて、もう完全にもう意気消沈してるっていうか、もうすごい暗くなっちゃってて、どうしたらね、そういう人たちが本当にいつも通りの生活取り戻して元気になれるのかっていうところでね。津波で教会が全部流されてしまったシーサイドバイブルチャペルのノア、彼もやはり無力さを感じていました。彼は会うすべての人に何か必要なものはないかと聞いたりしていました。あれ柔軟剤と洗剤、じゃあ洗剤持ってきますよ、ね、あの洗剤柔軟剤教会関係で結構その物資とか入ってきて、ええ、それを、ね、持ってくることができる。あ、そうなんですか。なんかね、まあ、自分で買ってねと言われたけど、うん、あ、どうでした、洗剤とかありました。洗剤、洗剤と柔軟剤。しかしやはり一人では洗剤一つ運んでくることさえも難しく見えます。何も残っていないこの瓦礫の中で、どこから何を始めればよいのか目処が立ちません。この荒野のような場所でノアはとても小さく見えました。正直に言うとですね、何を話していいかわからないです。その気持ちをわからないというか、本当に僕がなんていうか声をかけていいのだろうか。の文子おばあさんは膝が痛くて眠れないと私たちに会った途端泣き出しました。膝当たりやすことができますから信じます。文子さんも本当にあなたに胸続けることができます。何もできない私たちはただおばあさんの膝をさすり、神様に痛みを取り除いてくださいと願うしかできなかったのです。決してあなたは文子さん離れることができない。そこで驚くようなことが起きてしまいました。おばあさんの膝の痛みが消えてしまったのです。運動もできるよ、うん、本当だよ。だって病院のお医者さん来ても治らなかった。見たもの病院に行っても面白もらってもらってでも本当うちらが手を置いたけど、ここの手はうちらの手しかないよ。イエス様の手、イエス様の手からね。お母さん本当に神様に感謝です、ね、あ、みんな、膝つけないから私は。文子おばあさんの膝が癒されると、隣にいたサクさんも膝が痛いと私たちを呼びました。このまま これ以上交通、痛いね、それ交通事故4回やってくるはダメよ。事故4回、うん、だからダメできないの。お母さん、お母さん、え、痛くない、痛くない。すごい、痛くないね。やばい、すごすぎる、すごい、あーすごい、治ったよ、治っちゃったよ。ちょっと教えてあげて。なんで胃の、なんで治ったか、やってもらって。お母すごすぎる、私、ちょっとやばい、やばい、ちょっと、ちょっとすごい、本当に。
しいね。楽しいね。ねえ、楽しい。治ればいい。治るだね。楽しいね。楽しいすぎるね、これ。はじめは絶対に治らないと祈りを拒否していたサクさんも、文子おばあさんのことを見て共に祈りを始めました。賛美をしているある瞬間、サクさんの片方の膝の痛みが消えました。あ、ウフができなかった、できなかった、できなかったの、こっちもできなかった、こうやって、うん、乗ったじゃん、証拠証拠、はい、3、2、1、ウフやった嬉しい、かわいい、あー、モテたでしょ、サクさん、あれ、やだ、かわいい、かわいい、ほらい、痛みがすっかりなくなった文子おばあさんはイエス様の愛を受け入れました。避難所にいる子どもたちはイエス様が誰なのかと聞いてきました。そしてイエス様が共にいてくださるようにと祈りを捧げました。捧げます。どうぞ光の子として、どうぞ光の子として、用いてください、イエス様の、イエス様の名前によって祈ります。地震から2ヶ月が経ちました。今やっとここに建てられた十字架の意味が少し分かってきた気がします。家族を失った人々、彼らの心を神様が一番よくご存じでおられます。なぜならばその方はこの地を、この日本を愛され、ご自身の一人しかいない家族、その一人子を十字架上で殺し、私たちと永遠の契約を結ばれたからです。ノアには新しい建物が与えられました。ここが新しい小さいの前のチャンネルでございます。新しい礼拝堂を紹介するノアの顔から明るい微笑みが止まりません。めっちゃいいとこでしょ。ここ本当に、その2日前に鍵もらってちょっと準備して、でイーサーとの出会いがここで実際に始まった。8年前に書かれた予言の絵らしいんですけど、なんか誰に聞いたんだっけ、日本列島が水でこうグローバルマスターセンターやられて、神様手を広げて微笑んでるんですよね。それでね、一番驚いたのがこの十字架が、黄金の十字架見上げたっていうんですよね、なんか分からんですけどね、嬉しいですよね、みんながこうやって日本列島みんな祈ってて